それはちょうど生まれたところが八幡平なんだけども、そこで昔の渡辺さんという豪農がおったんですよな。でそこに秋田犬がおったの。だから物事をついた頃からその秋田犬を見て育って、秋田犬っていいもんだなと思って、これ大きくなったら欲しいなと思っていたんだよな。そちょうどその兄貴が兵隊からあれか終戦後だな帰ってきて、でなんか馬喰をやったんだわ、昔の馬の商いを。ほいであれはその時も多かったのかどうなのかでさ、犬飼ってくれたんだわ。でその頃だってね、昭和20何だ、6人、そう6人が何の時で1万5千円だよ秋田犬が。それでその後に置いたのが、あれだな、俺働くようになってから30人で犬飼ったんだわ、つ、ええ、昭和30。昭和30人。でその犬が未成年で、それからまあ子取ったりなんかして、それからですわ、ずっと犬やってるの。昔はさっきも言ったけども鼻差がいいでしょ。ほんで子供を見てもこのいのうちの下で産んだりなんかしてんだわ。そうするとね、1ヶ月その40日ぐらいになるとこのうちの下の土台から顔出すんだ、子犬が。赤いのがいた、白いのがいた、虎がいたとかってよ、子供の頃そこの大家さんに行って見たもんだよ。ほいで、こりゃ、秋田犬ってかわいいなぁと思ってよ。それで欲しくて、ええ。お家の下からそれが最初だわ。まあ、だからそういうのを見て、小学校、その3、4人の頃はもう、俺いつだろう、4年生の時に終戦になったのかな。うん。だからその前にそういうのを見てるからさ、それが、始まりですわ。犬を置いたのが。